トーマス・フレデリック・チーズマン。トーマス・フレデリック・チーズマンは、イギリス生まれのニュージーランドの植物学者である。海星軟体動物の記載も行った。ヨークシャーのキングストンアポンハルに生まれた。8歳で両親と共に、ニュージーランドに渡った。オークランドのセント・ジョンズ・カレッジで学んだ。ニュージーランドの植物の研究をはじめ、1872年に、 ワイタケレ地域の植物賞に関する研究を発表した。1874年にオークランド研究所の職員となり、設立間もないオークランド博物館の学芸員となった。チーズマンの努力で博物館の標本は形成され、植物学、農学、園芸学、森林学の分野で重要な論文を没するまで継続して発表続けた。 何度もニュージーランド各地の最終旅行を行った。ネルソン地域、ケルマディックとスリーキングス諸島、マンゴネイから北島の最北端まで訪れた。高校時代からの友人アダムスと共に最終旅行を行い、セネシオアデムジーやイライトランテアデムジーの植物にアダムスの名前を命名した。ポリネシアも訪れ、クック諸島のラドロンガ島の植物賞に関する論文を ロンドンディンネ協会の解放に発表した。オークランド博物館の鳥類標本は、弟のウィリアム・ジョセフ・チーズマンが捕獲し、妹のエンマ・チーズマンが整理分類した。チーズマンは、植物の学名で命名者を示す場合に、トーマス・フレデリック・チーズマンを示すのに使われる。ありがとうございます。